はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、こちらを自作 PC を作りたいと思いますが、まあ全部細かい作り方までは多分取れないと思うんですが、まあできるだけを皆さんにもこちらの PC、 自作 PC を教えたいと思います。パーツはですね、ケースはこちらですね、ザルマンさんの Z3 プラス ATX メタルコンピューターケース、ね、こちらを使います。まあとてもいいケースなので、まあ結構使っています。でメモリはこちらのメモリで 8GB の ×2 で合計で 16GB を、こちらのメモリを使います。次はですね、ブルーレイドライブ、こちらのブルーレイドライブを使います。まああんまりなんていうか、ライチョンのブルーレイだから、まあブルーレイコンボだけですね。電源はですね、こちら、まあそれ結構いい電源だと思います。ターマルテイクさんっていうねメーカーが、600ワットで、まあ、80プラスですね。とご安心保証が3年間、電源ケーブルなどが全部ついています。まあ結構グラフィックスボードの PC のために、まあ結構いい電源だと思います。次はですね、CPU クーラー。まあこちらで、CPU クーラーですね。さんのゲンマックス 200T ですね。 CPU クーラーこちらとですね、次は CPU ですね。 CPU は最近っていうか、まあ新しいやつで Core i7 で 6700K を使って自作 PC を作りたいと、まあ新品ですね。こちらが 6700K で 4GHz で、まあソケットは LDA 1151ですね。インテルさんのこちらの新品ですね。こちらと Core i7 6700K ですね。で SSD はアダタの 254GB の SSD を使います。まあ結構いい SSD だと思います。まあ結構 PC はですね、YouTube とかは最近始めたんですけど、まあ PC は何年っていうか、まあ大体作っていますので、そんな知識っていうか少しぐらいはありますので、結構スペックを考えて、値段とキープとかも全部考えて、PC、実際 PC を作っています。で HDD はですね、こちらですね、Seagate さんの 2TB HDD を使います。こちらもまあ全て新品部品ですね。でグラフィックスボードはですね、こちらクルトシュですね。クルトシュさんで GTX 960ですね。こちらは多分 2GB ですね。BCN さんのランク、2014年 BCN さんのランクで、まあ多分1位かなって。こちら、GTX の、この年さんの GTX960 で 2GB で、メモリーリビットが128ビットで G これですね。こちらがグラフィックボードのものになります。で次は最後ですね、マザーボード。マザーボードはですね、こちらアストロックの H130 Pro の4を使って今日の自作 PC を作りたいと思います。まあ、こちらは、まあ、値段的にも全部考えて、まあ、大体値段だと、
13万ぐらいか10まあそんなぐらいはすると思うんですが、こちらの自作 PC ですね、まあ値段とかいろいろ考えるとまあ安く、こっちは多分安いかなって、これより安くはできるかどうかまあちょっと私には分かんないけど、まあ大体こんなぐらい値段すると思います。こちらのマザーボードで HDMI も付いています。 Windows 10ですね。まあこちらをマザーボードを開けて、 SATA ケーブルが2本と IO パネルでバックパネルがと説明ですね、 2枚目で、これの中にはドライブ CD が入っています。あとはですね、こちら1つネジ、まあ M.2 の SSD のネジだと思います。こちらはまあ結構いいんですね、こうやって色とかもゴールドだいたいですね。こちら CPU クーラーとメモリを全部つけましたので、次はケースに移ります。ケースはですね、さっきも言ったようにですね、ザイルマンさんの Z3 プラスですね、こちらのケースになります。こちらは多分電源光ファンが1つ前に付いています。こちらでちょっと開けてみたいと、まあ後ろからですね、ちょっと後ろが1つフェンファンで、上が2つで、前が光ファンが1つ。こちらをちょっと切ってみたいと思います。まあ結構ケースで、こちらが中身ですね、多分暗くて見えないかもしれないけど、ちょっとですね、これがネジなどとかと他に付属品とか、こちらがケースの説明ですね、ザルマンさんの Z3 と Z+、こちらは Z+ ですね。はい、ブルーレイなどとか HDD マザーボード、電源、まあ、全部つけましたので、次はこちらのグラフィックボードを開けてつけたいと思います。はい、グラフィックスボード。なのでちょっとカメラを持ちながら開けるのがちょっと大変なので、すみません。はい、こちらですね、グラフィックスボード、こちらでマニュアルとドライバーディスクですね。こちらが RGB から DVI 交換で、こちらはもし線が足りなかった場合、こちらの線からこちらの変換コネクターですね。とはですね、こちら
ちらグラフィックスボード結構新品だからちょっとピカピカですね。はい、HDMI が4個で DVI が1つっていうことだから合計で5個ぐらい5個モニターをつなぐことができます。こちら GTX の960で 2GB で 150DVI、DP、HDMI、DP、DP ですね。こちらはい、グラフィックスボード、SSD、HDD、CPU、電源全部つきましたので、あとは線などだけですね。はい、皆さんこれで組み立て完成ですね。全部修理をしましたのでどうですかですね。